こに止めちゃうもんね。やば。見てください。ででん。見て見て。今日は海が美しいよ。どうも、サーファーズの安井匠です。ですね、今日は鴨川に来ております。一宮の方はもう真っ白けっけです。見渡す限り真っ白。しかも風も良くない。北風なんでね、向こうはサイドオンなんですよ。こっちに来ると北風はね、あの山々がね、大自然がカバーしてくれてるんです。でそれによってですね、オフショアに変わってここがね、クリーン、ザ・クリーン。しかも昨日の雨とは違ってめちゃくちゃ晴れてる。そして波も最高だよね。やばいから、ほら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 。まあね、波自体は今日サイズ的に頭オーバーですかね、頭半ぐらいあるんですけど、今日はですね、この波をこの板でやっちゃおうかなと。ちょっとね、やっぱ波乗りの楽しさをもっといろんな人に知ってもらいたい。こんな素晴らしいスポーツにね、やらなきゃ損。うん、見てください。めっちゃ気持ちよさそうじゃないですか、あの人。うわ、最高。いや、こんなね、いいスポーツやらなきゃ損なんで、ぜひやっていただきたい、本当に。まあそのね、楽しさを今日は僕がこの板で皆さんにお届けしたいなと思うんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。まあいいなと思ったらもうね、この時点でもいいんで、グッドボタンもう一つ言わせてもらっていいですか。僕ね、何のためにサーフィンやってるかって、この素晴らしいサーフィンというスポーツをもっといろんな人に親しんでいただきたいと。もうその気持ち一つで、このやっぱね、プロサーファーという職業をやっているので、まあ、ぜひ本当にこのチャンネルいいなと思ったら、この動画いいなと思ったらグッドボタン。じゃあ準備して行ってきます。準備してきました。リベンジっすか、その板。まあ俺はプロだから。プロなんだね。やっぱり波と一体化するっていうのはですね、ギターの部分じゃないと。そういうところを見ていただきたいなとは思います。こら疲れ様です。お疲れ様です。いやー、あのね、海入ったらそうそうたるメンバーいたわ。嘘。うん、荒井宏と、松下亮太、あと加藤三兄弟って加藤翔平とかのさ、長男、あと藤沼慶太郎とか結構いましたね。でも俺これで入った。やばい、最初アウト出れないかなとか思ったしね、ハマってたね。でもなんか普通の板でチューブ入ろうとするとメイクしようってするじゃないですか、でもこの板だと別に関係ない、チューブ入れたらむしろ嬉しいみたいな、やったーみたいな、潰されても嬉しいみたいな、なんか振ってもちょっとね、久々にこう、まだちょっと物足んないですけど、もうちょいサイズ欲しいけど、でもやっぱテンション上がってめっちゃ楽しくなっちゃってどんぐらいやってた ?1 時間半ぐらい、1時間ぐらいやってたと思う。めっちゃ疲れました久々に。でもね、波と一体化してたよ。してた最後とかね、ちょっとチューブというかシャワー感じてんなと思っていや、なんか多分カメラ越しにそれ伝わってたらね、伝わってますよね。皆さんもね、ぜひこういう楽しみ方すると本当になんて言うんだろうな、やってみればわかるっていうことですかね。そういうこと口で説明するのは難しいそして面倒くさいまあぜひね、なんか機会があったら試してください。サーフィンってこんなに楽しいんだよっていうのをね、今日は表現して伝わってたらめっちゃ嬉しいです。ということで、チャンネル登録、高評価、あとメンバーのインスタのフォローですかね、そのぐらいか、ぜひ拡散もお願いします。あとコメントもなるべく返すんで、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。